こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。儲かる絵本の転売。稼げる売り方を大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、この動画では、絵本ですね。あの、絵本のキーワードで、ま、検索してみたんですが、ま、ぜひね、 ま、意外に、あの、稼げる商品っていうの見つかりましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。えー、まずこちらですね。まあ、今回ですね、キーワードで絵本って入れていただきましてですね、まあ、5000から1万円でまた、ね、あの、売り系で、えー、設定してみました。で、意外にですね、もう、高く売れてるんですよね、絵本が。で、これ、いろいろ見て思ったのはですね、中古の商品なんですね。はい。で、あの、中古の商品でもね、意外に儲かるので、ぜひね、 もうそういったのを紹介の方させていただきますね。え、まずこちらドラえもんですね。えっ、ー、と、ドラえもんの漫画なんですけど、まあちょっとあの、ことわざ自体のもね、なね、ちょっとあの、学習的っていうかね、小学生にめちゃめちゃ役に立つるこういった学習の本でね、で、まとめ寄りですね、これ。すべて、もうセット入ってるんじゃないですかね。こういった商品がね、儲かるみたいなですよ。だから1万円ですね、これ。これ中古ですもん。ここですね。 新品でないで。そう、1万円もかかるん、ね、で、ぜひね、こういったの持ってる方、売っていたらいいかと思うんですよね。もうすごいですね、これ。もう小学生に役に立つもんですね。ことわざ本。あと、こっちらですね。も、ま、う、あ、これは、イングレッシュですね。子供チャレンジ。まあ、これも、中国ですね。ここ見ていただきまして、これすべて揃ってるんですよね。いろいろ。こういう。すごいですね。4歳、5歳、6歳。まあ、こういったね、あの、 ちっちゃい、ね、お子さんとかがね、いて、もういらない場合ですね。それでもなんか売れるみたいですよね、これって。揃っていれば。で、一枚儲かるのは大きいですよね、これ。中古でも。まあ、ぜひね、こういったね、お得な商品持ってる方はね、出品していただければ一枚儲かっちゃいますので、ぜひね、出品していただければいいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマネをプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。 はい。えー、それとですね、ゼロのテーマコミュニティですね、やってます。興味ある方、はぜひお待ちします。あとですね、えー、質問等よく来るんですが、えー、YouTube からの受け、一切受け付けてません。LINE やと登録後によろしくお願いします。そうしますよね、あの、お答えさせていただきますので、よろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。